モスマンです。アーカンソーから帰ってまいりました。今回はダノンスマッシュのお話をしたいと思います。ダノンスマッシュを今回ね、真剣に悩まれている方が、多いんじゃないかなって思うわけでありますね。なぜなら僕自身がとっても迷ってますね。果たしてこの超 G2バー来んのかな今回と、ね、その辺ですよね。実際ダノンスマッシュっていう馬が強い馬だっていうのは皆さんご存知なわけで、やっぱり本番になるとコロッと負けるっていう、そんなイメージですかね。まあ僕はそんなイメージ持ってましたよ。まあその辺のね、まあ G1 コロリ病っていうんですよね。勝手なステータスをつけるとね、なんかパワープロをやってると一発病とか、勝手になんかピッチャーに、育成してるピッチャーに一発病とか勝手にステータスつくじゃないですか。まああんな感じで言うとダノンスマッシュっていうのは本番に弱いんでね、 G1 コロリ病とコロッと負けるってね。でこの辺のこの G1 コロリ病がね、今回治ってるのかどうか、本当に今回勝ち負けなんのかっていうね、その辺の話をしたいと。で僕は今回はね、勝負なるって思ってるんで、その根拠ね、なんで今回は今までとね違ってあんだけ負けといて、なんで今回はいけんだと、そこの話をねちょっとしたいなって思います。はい、まずじゃあ、ダノンスマッシュ、これ軽くちょっと戦績振り返るですね。今回まず下半期一発目の復帰戦はセントウルステークス、三浦康生騎手でも完勝したね、めっちゃ強かった。でその前が安田記念、逃げて8着で、KO ハイスプリングステークスを、レーン騎手で逃げて1着と、ステルビオをね完封ですから強かったですね。高松宮記念が10着、オーシャンステークス1着、香港スプリット8着、スプリンターズステークス1番人気3着、キーンランドカップ1着、高松宮記念1番人気4着と。でシルクロード京阪杯、これ連勝するんですけど、まあ、その前は、まあ、NHK マイルカップ13番人気7着と、まあ、ここはまあちょっと3歳の春なんでねっていう感じでね、やっぱ1000人のスプリントだけ行っても、高松宮記念から行ってスプリンターズステークス、香港カップ、高松宮記念、安田記念ってね、全部、まあ、人気して負けるという感じですよね。これもこのイメージがやっぱりすごく強くついてるんですね。ただ今年の春から馬はだいぶパフォーマンス変わってきてると思いましたね。ガッとね競馬見直しました。まあ、大体ね京阪杯シルクロードステークスのこの連勝のあたりから見直していったんですけれども、実はねオーシャンステークスの時から多分馬相当良くなってたんじゃないかなって僕は今そういう風に考えてます。高松宮記念ね飛んどるじゃないかと。いや高松宮記念はねスタートしくってるんですよね。スタートしくってる、スタートして一歩目で川出優雅騎手がボンって尻餅ついてる、一旦トンってやってからゴーッと挽回して先端取り付くんですけど、スタートねしくってまして、でコメント見たらつまずいたっていうコメント出てるんですね。馬つまずいた、運がなかったっていう安田隆之調教師のコメントです。で、あの川田騎士が一旦トンってこう尻ついてしまったのはつまずいたからなんですね。あのね、うん、10着飛んでるのはまあそういうのが、まあ、やっぱ微妙に影響したかなと。つまずいたからっていうよりはつまずいて、行き足がつかなくて先端取り付くのに相当足を使ったっていうのが直接的な影響だと、理由だと思うんですね。でその後 KO ハイスプリングカップ使ってるじゃないですか、1004で。このレースがぶっちぎり強かったんですよね。このレース見てこのままちょっとやばいなって思ったんですよ。でこれはグラーレグニアの時にね、もう一回ちょっと詳しく言うんですけど、1004強い馬は戦に強いと思ってます僕は。なんでこのレースでね逃げて G1 馬のステルビオをね完封できたっていうのが、この馬強くなってるぞっていうサインだったと今になって思うんですよね。めっちゃ強かった、あの KO ハイスプリングカップは。うん、で逃げたのも、まあ、レーン騎士の判断で逃げたみたいな、外枠だったしね。でその後安田記念、三浦康生騎士に手変わってるんですけど、この安田記念はこう注意が必要です。注意が必要、8着っていう数字に騙されないようにしたいですね。8着っていうとね、まあ、掲示板も外してるし飛んでるじゃんっていうね、やっぱりそんなイメージですけど、まずレースのパフォーマンス見るとめっちゃ粘ってるっすよ。うん、まず今まで1002で走ってた馬がですよ、400m 伸びて1658キロっす。安田記念は58、宝塚記念とか天皇賞は58です。
そしてワンターンの府中の1マイル、やや重14番大外、こんだけ未知の条件揃ってアーモンドアイからコンマ4秒差はこれは踏ん張ってるですね。踏ん張ってる4馬身差ぐらいじゃないですか。勝ったグランアレグリアからだと6馬身差ぐらいなんですけど、アーモンドアイからだと4馬身ですね、コンマ4秒です。だから圧倒的にこの未知の条件を考えると大外枠から逃げてコンマ4は相当踏ん張ってるっていうのがもう僕の今の、意見ですね。9番より内から発走してたらコンマ2秒とかまで詰めたと思うっすね。やっぱ3馬身分ぐらい僕ロスあると思ってるんで、外枠は特に大外はね、逃げ馬にとってはもう致命的ですから、あれもうちょい内だったらなーってコンマ2秒ぐらいまで、だから2馬身ぐらいまで踏ん張れたんじゃないかっていうね、8着ですけど、パフォーマンスは素晴らしいパフォーマンスでしたね。秋の初戦セントールステークス、ここで実はダノスマッシュはね、過去に一度も見せたことのないパフォーマンス見せてるんですよ。それ何かっていうと、スタートして最初の2波論目でうちのミスターメロディーをかわしてパスしていくんですね。これ見ていただくと分かるんです。映像映ってるんで、ミスターメロディーをパスするんですけど、ミスターメロディーね、結構追っつけて、最初追っつけて、まあリズム乗ってあの位置なんですよ。それをね、三浦康生騎手の足がこんななってね、要はね、半分イカれながら半分イカれ気味にかわしていくんですね。ここっす。今まで最初の2波論で置かれちゃってポジションが後ろになってしまって、それを挽回するために足使っちゃうことはあっても、千里でかかり気味に番手取るっていうのはね、ないんですよ過去に。こっから僕が今何が言いたいかっていうと、馬間違いなく良くなってるなと。で、体調もいい、馬のそもそものやっぱり充実期に入ってるか、もう今ピークに入ってるんじゃないかなっていうところで、安田武之調教師のコメントを読みます。過去4度のスプリント G1 挑戦は厚い壁に跳ね返された。去年は背腰に甘さがあったけれども、ここに来て完成された。去年の分取り返せたらと思うとね。G1 に手の届くところに来てると思いますっていうコメントと、さらに乗った感じで時計を出してほしいと指示したと。助手に聞いたところ、元気の良くて走りたがってると満足に話したっていうね。まあ馬が走りたがってるっていうのは、これは裏返せばやっぱ気合が乗ってるって、ね、状態がいいっていう、そういう風な裏返しだと思ってますし、去年は腰ちょっと甘いところがあってっていうね、そういうコメントがあった。まあそれはさておき、まあ一番重要なのはそれが解消されてきて、今完成した、完成期に入った、ピークに入ったっていうことを調教師がやっぱりきっちりコメントしてるところですね。で、僕はそれはね、この下半期のセントールステークスから完成期に入ったんじゃなくて、オーシャンステークスから入ってたんじゃないかなって思ってですね。オーシャンステークス完勝でしたし、で高松の駅伝はもう一回言いますけど、スタートしくってですね、つまずいちゃってるって。慶応杯スプリングカップがめっちゃ強いですね。安田記念もめっちゃ踏ん張ってるです。アーモンドアイからコンマ4秒は踏ん張ってるですよ。そう思うとセントールステークスのね、あの行きっぷりですよ。スタートの2波論目のあのちょっと三浦康生騎手が持っていかれ気味にミスターメロディーかわしていく、あの行きっぷりは本物だし、馬強くなってるですね。高松の宮記念スプリンターステークス何度もね、人気して飛んで人気して飛んでと、でステップレース勝つと、前哨戦は勝つけど本番コロリと負けるね、コロリ病を患ってましたが、まあそうですね、三浦康生騎手とダミアン・ネイ騎手じゃないですか、彼らのまあ言ってみたらね、処方箋でコロリ病克服したんじゃないかっていうふうには今思ってるですね。うん、今回やれそう。ただグランアレグリアは天才なんで、まあそういうダノスマッシュのね、努力を一瞬で粉砕する可能性はあるですね。天才はそういうことするっすよ。ふわっと勝ち寄るっすからね。だから相手やっての競馬ですから、ダノスマッシュがいくら良くなっててもね、いくら時計をコンマ2コンマ3詰めててね、本当にめっちゃ速く走っててもさらに速く走る相手がいたらやっぱ1着にはなれないですから、だからやっぱ予想難しいっすね。
ダノンスマッシュが良くなってるのはもう絶対間違いないと思うんですね。だけど一着はどうか、それは分かんない。グランアレグリアってやっぱ天才がいるし、あとね今回はもう一頭いるですね。それは予想動画にしようかな。そして最後にちょこっとだけミスターメロディ、こっちはね僕はねミスターメロディっていう、まあもう一回レース足んない気がしてるんですよ。ホップステップジャンプな馬だと思ってて、あの馬は叩き一戦じゃちょっと足りない、あの使われて必ず2戦目良くなる馬なんですけど、セントウルステークス1回じゃちょっと足りない気がするんですね。もう1回使ってもう1個レース欲しい気がするんですね。ただ JRA は秋スプリント G1 がもうこれで終わりなんですよね。このあと香港スプリントまで12月までもうないですもん、クラが。ほんで去年なんかミスターメロディ結局行くとこなくして JBC スプリントがなんか行っちゃってで飛んじゃってみたいな。なんでねミスターメロディみたいなああいう風に叩き型っていうかね、使って使ってよくなる馬だっているわけだから、 JRA は秋11月の4週目とか12月の1週目ぐらいにもう一個スプリントの G1 か、あるいは超 G2 阪神カップみたいな G2 でもいいから賞金7000万8000万みたいなね、 G1 常連組が57キロ58キロの金量で出てこれる超 G2 ないしは G1 をジャパンカップの週の土曜日に組むとか、もう一個クラを作ってほしいっすね。じゃないとミスターメロディーなんか振り上げた拳の落としどころがもうないっすもん。このスプリント使った後もうどこ行くんすか、もうまた JBC スプリント使う、さすがにかわいそうっすねと思って、って言ってミスターメロディーここ勝ったらまた笑っちゃうんですけど、ミスターメロディーは血統的にめっちゃ引き合いがあるんで、何しろスキャットダディさんってですからね。スキャットダディは2018年のアメリカトリプルクラウン3冠馬ジャスティファイ出してますから、そしてスキャットダディ自身はもう亡くなってしまってもういないんですよ。なんでねジャスティファイを出しているこのスキャットダディ、そしてまあもっと言ったら、まあ、ジョハネスバーグから遡ってヘネシーのラインなんでね、そのまあ日本ってヘネシーめっちゃいるじゃないですか。ヘニー・ヒューズ守護馬でいますもんね。そしてアジアンエクスプレスヘニー・ヒューズ、ヘニー・ヒューズの後継でいますし、ヘネシー・ジョハネスバーグのラインは日本に意外と根付いてるラインなんで、まあ、今回そのスキャットダディの丸買いとはいえ、このヘネシー・ジョハネスのラインはもう実績も結果も出てるんですからね。そしてジャスティファイ出してる時点でスキャットダディはめっちゃ引きが強いですよ。なんでミスターメロディはね、シュボバーはもう絶対確実ですよ。でももう一個ね G1 の手土産あって、もう一個2個ね G2 とか勝てるとめっちゃかっこいいんですけどね。そして今言ったジョハネスの子っていうと、だからエイティンガール、だからエイティンガールもそういった意味ではそのジョハネスのヘネシーの系統の肌なん、品種牝馬なんで、やっぱり繁殖牝馬としてのねやっぱ価値計り知れないっすよね。はい、今回は以上です。うん、多分ここが一番難しいですよね。先行税ね、モズスーパーフレア買いますって方はね結構コメントいただいてるですよね。だけど、まあ、エイティンガールどうかなと、エイティンガール行くっすっていう人と、あと、まあ、グランアレグリアやっぱり切れないっていうね、そういう意見もありつつ、まあダノンスマッシュになるとね危険すぎる穴馬なんていうね、そういうコメントをいただいて、まあやっぱみんなそう思うんですよね。ミスターメロディーとダノンスマッシュは先行勢のね、まあ逃げ馬のその直後2列目3列目ぐらいの後位から指してくる馬で、まあ先人っていう意味ではね一番勝てそうなポジショニング取れる馬にもかかわらず、最近はちょっとねミスターメロディーもダノンスマッシュも G1 ではちょっと勝ててないっていうところで主者をねすごく悩まれてると思うんですよ。だから僕はミスターメロディは強い馬らしい、血統的にも世界的に引き合いがあるしね、もったいねえなと思いつつ、でも速い馬なのになとか思ってね、ダノンスマッシュは今申し上げた通りですね、馬もう変わってるんでね。はい、で聞いたらもう一つね、グランアレグリアの動画撮れたらいいですけどね、もしかしたらちょっと撮れないかも。でも予想動画は、シリウスステークスとスプリンターズステークスの分を作りますので、そちらもよろしくお願いします。で週末はリアクション動画ですね。はい、そちらも合わせてよろしくお願いします。